さあ皆さん、会津大学行ってみたいと思います。本日の長文はこちらで、合計13もあるんですが、ちょっとさすがにこれ全部やってるとですね、時間がなくなってしまいますので、空小10問第9問で、内容1問題が2問、合計11問いきますからね。で、会津大学、皆さん、国公立なんですが、皆さん、次第型の設問形式、そうなんです、記述説明がないんですね。その点はご理解ください。で、一緒に頑張りましょう。さあ皆さん、まず設問の指示の一読だけお願いいたします。さあ皆さん、第一段落でございます。まずは空欄81番、選択肢こちらから検討お願いします。さあ皆さん、空欄の右側でございますが、お墓としての建物を作った。で、選択肢眺めてみるとサイズが書いてますよね。で、皆さん、そのサイズの話は次の文章中しっかり書かれてましたね。です、皆さん、large、まあ、大きいと言ってるわけですから、皆さん、これも選択肢一発で A ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、続いて空欄82番の検討をお願いします。さあ皆さん、これ空詞の右側 shape、まあ、形と言ってるわけですから、皆さん、選択肢、ちょっと知らない単語あるかもしれませんが、消去法でいけそうですね。で、皆さん、選択肢の A はなんじゃこれってなりそうですので、一旦保留にいたします。で、選択肢の B は地理的な、皆さん、これ建造物の形、ピラミッドの形でございますので、地理は関係ないですね。まあ、同じような理由で選択肢の C、まあ、遺伝で、選択肢の D は地質学的な、なんか別に調査してるわけじゃないですからね。ですから正解は A、まあ、幾何学的なという意味でございますので、無理をして覚える必要性はなさそうです。まあ、皆さん、幾何学的なという話がどっかにあるかと言われた、まあ、例えばこの辺りでしょうね。その辺りからでよろしいかと思います。さあ皆さん、続きまして空欄83番、選択肢こちらから検討をお願いします。さあ皆さん、これ空襲の右側でございますが、亡くなった支配者の魂、それを神の家に、まあ、イントゥーと書いております。ですから、魂を神の家に持ってくんでしょうね。ですから、左側から右側へ移動するようなイメージ。で、それで選択肢の A でございますが、linger。まあ、できればこの単語は知っておいた方がいいかなって感じがいたします。皆さん、long と綴りが似てますよね。ですから、長引く。長くすると。で、選択肢の B は笑う。これはあまり左側から右側への移動は関係ないですよね。で、一方選択肢の C、始めるとか送り出す。これ皆さん、into と相性バッチリでございます。で、選択肢の D は、これはちょっとさすがに難しいですね。ですから、試験本番中であれば保留。で、一方、固まるという意味をご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、さすがにそれは移動とは関係なさそうですね。ですから、正解は C ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、第二段落でございます。まずは空欄84番、選択肢こちらから検討をお願いします。すみません、空所の右側、うにゃうにゃな世界、まあ、どんな世界なのかということです。皆さん、文末に2000年前と書いてますよね。で、さすがに2000年前と言われたら、選択肢の C、古代のとか昔ので、選択肢の A は現代ので、選択肢 B は最近ので、選択肢の D はモデルですから、あくまでも過去の話でございますので、正解は C ということでよろしいかと思います。さあ、続きまして空欄85番の検討をお願いします。すみません、これ空襲の左側でございますが、観光客が持ってるもので、なおかつ空襲の宮はディスクライブで描写している、説明しているものですよね。となってくると、選択肢の A のガイドブック、これ良さげですよね。で、選択肢の B は病気、選択肢 C は映画で、選択肢 D はドキュメンタリーですから、観光客が持てるものと言われたら A ということでよろしいかと思います。それでは続きまして空欄86番の検討をお願いします。それでは、これ空所の左側に D's としっかり書いてくれておりますので、皆さん直前ですよね。この辺りからヒントをもらったかと思います。で、そうするともう選択肢そのまま言ってくれておりますので、 D が良さげで、ちなみに選択肢の A は冬、B は世界、で、C は海ですね。今回もそのものズバリということで、D が正解ということでよろしいかと思います。で、皆さん、続いて空欄87番の検討をお願いします。さあ、皆さん、これ空所の左側、ギザですが、皆さん、ここにもいますよね。で、もちろんギザと言われたらエジプト。ですから、これもそのものズバリということで、B が正解でよろしいかと思います。
部さんについてこれは88番の検討をお願いします。セミさん、これ空手の右側ギザにあるもので、セミさんここに書いてますよね。もちろんピラミッドですから、選択肢の D、 これが良さげですね。で、選択肢の A は動物で、 B は庭、 C は彫像ですから、正解は D ということでよろしいかと思います。セミさん、最後はクーラー89番でございます。検討をお願いします。セミさん、これ空手の左側にヒントがありますよね。生き残る話が書かれております。ですから選択肢の D が良さげで、ちなみに選択肢の A はサイズ、 B は想像で、 C は構造ですから、これも言い換え表現ございますので、正解は D ということでよろしいかと思います。セミさん、まずは説明の指示の一読だけお願いいたします。セミさん、問いの61番の検討をお願いします。セミさん、この段落の中に言及されていないものを見つけ出す作業ですね。で、まず選択肢の A はこちら。で、選択肢の B はこの辺り。で、選択肢の C をすっ飛ばして、選択肢の D はこちら。ですから選択肢の C、定住の話は書いていませんからね。よって正解は C ということでよろしいかと思います。さあ、続きまして、問いの62番の検討をお願いします。セミさん、説問の指示の人生を捧げる、その話がここに書いてますよね。セミさん、読んでいただくと、セミさん、特に保存すると書いております。で、その保存の話が選択肢の B、いけそうですね。で、あとは何を保存するのかということですが、セミさん、Dsと書いてますから、直前にヒントが転がってますね。で、左側遡っていくと、この辺り、楽器の話バッチリ。ですから、正解は B ということでよろしいかと思います。セミさん、続きまして、問の63番の検討をお願いします。セミさん、説問の指示、リチャードさんの話はここに書いてますね。で、興味を持ち始めたのは、その楽器を見たとき。ですから、これはもう選択肢の C、そのまま言ってくれてますよね。ですから、正解は C ということでよろしいかと思います。セミさん、お疲れ様でございました。皆さん、ちょっと次につながるようなお話をさせてくださいね。で、今日の皆さん、会津大学は、まあ、私大型でございましたが、会津大学以外の国公立でございますが、記述説明だけではなく、皆さん、この私大型の説問形式、結構あります。という大学存在してますよね。まあ、記述説明とこの空小銃とか内容一致問題が融合されてると。ですので、このあたりの対策はどうしていいですかという方、もしこのヤダッチョスタディという動画を使っていただけるのであれば、再生リスト、字待ち、もしくは西日本在住の方は、カンカン同率。ここでなるべく空小銃問題を多く扱っております。ですから動画で練習できるので、ぜひ活用していただきたいと思います。ただ、突然このレベルはちょっときついですという方、もう少し優しめの大学をまとめた私大英語、そういう再生リストも作っておりますので、こちらと合わせて活用なさってくださいね。